二階俊太郎12月から1975年10月4日は、日本の政治家、実業家、お坊造船社長、衆議院、議員二階、年博の父、和歌山県西室郡引川町大和崎出身、東洋汽船の太平洋航路線の乗務員、いかだ流し、農産業、母校の安居小学校の代用教員、キーミンポー社の記者、 活版印刷業を経て1938年3月に和歌山県会議員となった。1940年9月、県会議員でありながら、日高郡稲原村長に壊れて就任した。1943年4月、広瀬久し造くり知事の推薦で、新設のご坊造船社長に就任した。県会議員、稲原村村長。 五坊造船社長の三役を兼務することになり、多忙を極めた。また、和歌山県参事会員に挙げられた。1946年、戦後初の衆議院議員選挙が行われ、周囲から押されて出馬したが落選した。また戦時中、村長職は、自動的に大政翼三会の支部長とされ、稲原村長を務めていた、春太郎もその罪を問われ公職追放を受けた。 やむなく県会議員、稲原村長を離任した。俊太郎は、毎朝、長官が配達されると同時に起床して、長官を開くと、まず追放解除者の欄を確認した。1975年、75歳で死去。住所は、和歌山県日高郡御坊町大技その。墓所は、和歌山県西室郡白浜町大技。日崎の臨在収明新事派徳清寺。 ありがとうございます。